なりの国の脅威について、十分に整理した後、さらに整理をして、そして最終的には日本がどういう国防をするべきかという話をしなきゃいけません。単に国防費を上げるというだけではですね、物事はうまくいかないわけで、何をするかっていう具体的なことがなければいけませんので、今日は第2回ですね。まあ、日本が国防を考える上で仮想敵国というか、日本に攻めてくる可能性があるのは、第1に中国です。第2にロシアですね。第3に北朝鮮。まあ、それ以外の国はですね、まあ一応韓国はあり得ますよ。しかし非常に少ない。それからフィリピンとかインドネシアとかベトナムっていう国はですね、まあ日本とも親交が深いし、もともと侵略国家ではないんでですね。まず第一に侵略国家じゃなくちゃいけないってことで、その点では侵略国家では、日本の周りの侵略国家っていうと、第一に中国、第二にロシア、第三にアメリカですね。しかしアメリカとは一応日米安保条約ありますし、もうアメリカに侵略されてるようなもんで、アメリカの第一軍がですね、日本に駐留してますから、まあ一応中国、ロシア、北朝鮮というこの三国をですね、仮想敵国として日本の国防を考える必要があると思います。まあ日本の国防ってのは必ず考えなきゃいけないわけで、それにはやっぱり順序があるということですね。仮想敵国だから何かその国と関係が悪くなるってことではありません。それで今日は中国の2番目ですね。中国に対して何を防ぐかってことですね。ミサイルが飛んでくるのを防ぐのか、それとも、ジェット機同士の空軍の戦いになるのか、それとも中国の上陸艇がですね、日本の上陸してくるのか、これによって防衛はすごく変わりますからね。まあ現在、国民でそういう議論がないので、まあ中国に攻められたらあっという間にダメになってしまうと思いますね。その点でまあ中国をまず取り上げざるを得ないわけですが、これ中国は憎らしいとか、そういうんじゃありませんよ。中国も常に日本の悪口ずっと言ってますからね。だからまあそれによって関係が悪くなるっていうような国の間柄じゃダメなんで、中国に対してちゃんと備えをする。で、1回目は中国は基本的に侵略国家かということについて整理をしました。これは侵略国家であるということが明白ですね。第二次世界大戦が終わって他国を占領した数というのは中国が一番多い。それが日本の隣にあるっていうのがまあ日本の不運ですね。まあ中国は隣になくてもうちょっと遠いところにあればよかったんですけどね。まあとにかくそれはそうで、中国は侵略国家である。これはまあまず合意しなきゃいけない。事実として合意しなきゃいけない。それから次には、中国が核ミサイルをどういうふうに使おうと思ってるかっていうことですね。まあこの図が一番いいと思うんですが、これはある出版社が整理した本の中にある図なんですね。まあ中国にこの図ですとね、1、2、3、4、4つ核ミサイルサイロがありまして、まあその他にもいっぱい持ってると思うんですね。それがまあ北は青森から仙台、茨城、東京あたり、それから能登半島とか、まあ静岡あたりとか、まあ近畿、島根、まあ佐世保という狙ってるわけですね。まあある程度軍事基地っていうのを予想はして狙ってるわけですが、何しろ核ミサイルですからね。一発飛んできたらまあ、今の核ミサイルですから広島型原爆よりか少し大きいと考えますと、まあ30万ぐらいが命を落とすでしょうね。もちろん東京とかそういうところに飛んできたらもっとひどいですけどね。まあ毎日毎日一生懸命お母さんがですね、子供の細かいことまで世話をして、まあ、それがね、こういうミサイルで、中国の気まぐれミサイルで、あるいはボタンを押し間違ったなんてことでですね、子供が焼け死んだら本当にかわいそうですよ。で、これについてやっぱり防御策を取らなきゃいけませんね。まあこの防御策は常に日本が核武装するかという話になっちゃうんですけど、そうじゃなくて、まず第一に中国はですね、核の戦使用国にはならない。いつも言っております。これを毎度日本も確認するべきですね。中国がそう時々言ってますんでね、なんか問題が起きると国連の問題だとか、いろいろアメリカの核の問題だとかですね、そういう問題が起きた時に中国は我々は核を先には使いません。こう絶対言ってますからね。ですからまあ、一番いい手は、日本からアメリカ軍が撤退してもらうということですね。自分の国で、日本で日本を守るということして、日本が核を持ってなければ、中国はどういう口実でも日本に核を発射することはできません。ですからこれは外交上の努力ですね。今はですね、昔と違いましてね、何しろ力の強い方が戦争を起こしていいとか、核爆弾を落としていいっていう社会じゃありません。もうね。ですから国際的な非難というのは非常に厳しいんで、常に中国から言ってますからね。中国が我々は核の戦使用国にならないと言ってますから。
本当ですねと、その度ごとに確認するというのが、まず第一だと思います。第二に、中国は国連の安全保障理事会の常任理事国なんですね。これは拒否権という非常に強大な権利を与えられて、他の国よりか優遇されてるわけです。優遇されてるってことはどういうことかっていうと、それだけの責任があるってことですね。で、国連の安保理ってのはなんでできてるかって、世界の平和を守るためにできてるわけですね。ですから、実際がどうであれですよ。この時は実際はどうであれきちっと毎回言う必要があるのは、何かの度に、国連安保理の常任理事国は世界の平和を守ってくれ。まして自分から戦争をするとか、自分の国が戦争をするってことやめてくれと。そんなことは安保理事会の常任理事国のするべくじゃないと。もういつも言うってことですね。そうすると台湾進出も難しいかもしれません。台湾は、中国の領土だと中国は主張してますから、まあ、それでもいいけど、台湾の選挙をやったらどうだ。台湾の人がどう思ってるかが問題なんであって、あなたの領土であるというのはあなたの主張であって、台湾の人はどう思うかわかりませんよと。まあこれをまずですね、平和にやったらどうですかと。選挙をやって、選挙の結果、台湾の人が中国と一緒になりたいというんだったら、それはいいんじゃないですかと。そういうことをまずきちっと言うということですね。ですから、三段構えですね。まず第一に、中国は核を使えませんねってことですね。あなたが自分で言ってることでしょと、小松言うと。それから第二は、国連の安保理の常任理事国なんだから、戦争しちゃいけませんよっていうのが第二。それから台湾の併合については、やはり平和的にやるということを示して、中国の評判を上げてください、こう言うと。第4に、まあ、このブログでも何回も言ってますけども、この前、平平さんが人を1000人も殺したのになんで英雄なのか。これは戦争と虐殺は違うわけですね。つまり一般市民を巻き込むことはもうやめようと。第二次世界大戦、太平洋戦争、まあ大東亜戦争で日本は大きな被害を受けて、原爆2つ、東京大空襲なんかありました。それについて日本人は今更それを文句は言いません。しかし、日本人が犠牲になったんだ。全世界の皆さん、これからは戦争をもしどうしてもしなきゃならないとしても、軍隊と軍隊の戦いにして降伏もできるというちゃんとした約束を守ってくださいということですね。この4つをまず常に主張するということが大切で、それによってですね、この核ミサイルの投下について、問題がなくなります。それから中国が台湾に攻め入るときには、必ずその事前にですね、もしも日本が中国と台湾の戦いにちょっかいを出したら、介入したとしたら、核ミサイルを落とすぞと言ってきますから、その時の対策を全部話しておくってことですね。アメリカ軍はすぐ撤退すると思います。っていうのは、中国が核ミサイルを日本に落とすような気配があったら、アメリカ軍当然死にますから。そうすると、アメリカでは大変な世論が湧き上がって、さあ中国に原爆を撃てってことになって、アメリカの原子力潜水艦から中国に撃ちます。そうすると中国人が100万人死にますね。そうすると中国は今度はアメリカに報復せざるを得なくなる。ということになるので、アメリカはそれを絶対に嫌いますから。それだったら日本からアメリカ軍を撤退しようってことで、日本に中国が攻撃を仕掛けるような様子になったら、アメリカ軍は撤退しますから。日本はその時に自分でどう身を守るのか。軍備をしとかなかったから節を曲げるっていうのは非常に良くないので、日本は常に平和を求める。だから台湾問題にしても軍事侵攻ではなくて、平和的に台湾と話し合いをしてください。台湾が中国と一緒になるのを望ましいというならね、台湾と中国が一緒になることについて日本は干渉しません。内政でありますから干渉しません。しかし、歴史的に言っても、台湾が中国の領土であったと、正式な領土であったってことは一度もないんだから、やはりあまりあなたも強引なことをしてはいけません。きちっと態度を決めることですね。国際的な信用っていうのは、そういうしっかりした論理に基づいてきちっとやるってことですね。まあ今日は2回目なので、中国のミサイルに対して我々はどうするか。安易に日本が核武装したら抑止力が効くからというふうに単純に考えるのではなくて、やっぱりきちっと考えて、頭脳の知識でちゃんと論理を立ててた方が戦争には勝てますから。戦争ってのは力勝負ですからね。力の中には武力もあるし、いろいろありますが、外交力もあるし、知力もあります。だから従って日本はですね、むしろ武力よりか、外交力とか、知力とか、知恵の力ですね。論理力、こういったものを駆使して、中国を抑えて、
無謀なことはするなということを、の路線を取っていくのが正しいと私は思います。